力丸、力丸ってさ、数学苦手なんだよね。数学だけは勘弁してくれたのね。数学はいかん。行きます。問題ですの？うん、数学はやめてよ。少女は車を運転して家から隣町までの距離を往復した。まさかの文章題となった。なんてこった。行きは時速40キロ、帰りは時速60キロ、はい、では少女の車の平均時速は？あ、分かったでござる。あ、分かった。これ、まあ、今のこれ罠でござる。引っ掛け問題でござる。答えは48キロでござる。正解です。あ、まあ、でござるな。今の引っ掛けの答えは50キロでござる。お、そうそうそう、甘いでござる。数学だけは勘弁してくれたのね。いや、危なかったでござるな。もう拙者、数学の心得はちょっと心もとないところがあったでござるが、算術の心得があるでござるから、算数であればよかったでござる。